これって一体結界、何らかの力盤みたいなものか。いやこれはまた尋常じゃない雰囲気ですね。大抵ゆかりの士官学校、旧校舎だけはそれ以前からこの地にあったという話ですが。学院長、先輩たちも。リン君たち。おお、さら来たか。状況は？先ほど鐘が鳴り始めた直後、すぐこの状況になったそうじゃ。複数の学生が証言している。なんだか透明な壁に包まれているみたいで。工具のハンマーで叩いても衝撃が吸収される感じですね。それは物理的な衝撃を相殺するようなフィールド。不可解な場所とは思ったが、ここまでだったとは。とりあえず母ちゃんにぶちかましてもらう。やめておけ。古城の時と同じオチだろう。ああ、青白く不可解な力で封じられた障壁。うん。全教官を召集。最悪の事態を想定して備える必要があるじゃろ。はい。そうなっちゃいますか。トア君、明日の学院祭だが、中止の方向で進めておきなさい。ジョルジュ君はこの場所の監視機器を了解しました。まさか
学院祭を中止にするつもりですか？仕方ないわ、この状況じゃ。こんな異常事態、夜が明けても続いたりしたら、とても来場客は入れられない。周囲にどんな被害があるかもわからない状況だし、学院、ううん、トリスタにも避難指示を出す必要があるかも。そうなっちまうか。危機管理の観点からすれば当然かもしれませんが。この1ヶ月、俺たち、それに他のクラスも、学院祭に全てをかけてきました。単なる意地の張り合いだったり、身内への見栄もあるかもしれません。みんなで一緒に何かを成し遂げるのが単純に楽しかったのもあります。リンさん、リン。だけどそれだけじゃない。俺たちがここにいた証、それが残せるかどうかなんです。勝ってもいい、負けてもいい、大成功でも大失敗でもいい。これまで教官や先輩たちに導かれ、お互い切磋琢磨してきた全てを込めるためにも、どうか俺たちに明日をつかませてもらえませんか。あ、僕からもお願いします。自分からもお願いする。できる悪あがきなど知れてはいるだろうが、それでも可能性がゼロでない限り最後まで諦めたくはありません。同感。いっぱい練習したし。僕も僕もこれで終わりは嫌だよ。もとより、この建物の調査は我らの役目でもありましたゆえ、今回の異常事態についても私たちが調べるのが筋でしょう。あんたたち本気みたいだね。やれやれ、聞いてるこっちが気恥ずかしくなってくるぜ。ふん、意気込みはともかく、この障壁をどうするかですが。おや、腰のところをどうしたんですか？え、これはアークスのホルダー。ああ、どうしてこんな。それって、これは僕たちも。どうなっているんだ。結界の光と同じ。それにこれはあの時の感覚と同じ。アークスの戦術リンクで俺たち全員がつながった時か。感じは似てる。俺もかよ。お、なんかすごいね。時は来た。さあ示すがよい。リン、リン。あ、大丈夫？これは旧校舎そのものと共鳴し合っているのか。ええ、間違いないと思います。そして俺たち7組メンバーなら旧校舎の中に入ることができる。まいったわね。学院長、すみません、どうやら育て方を間違えてしまったみたいです。お主はこの上なくよくやってくれたと思うぞ。それにどのように育つか選ぶのもまた。現在1940、2400までの探索を許可しよう。それ以上はさすがに明日に触りがあろうからな。お、それでは。君たちの証を残すためやれるだけやってきなさい。多少の無茶なら許可するわ。それと一応エイドスの加護を無理をせず引くというのも勇気のうちだと思いますよ。サラ教官、それに。了解、承知しました。みんなくれぐれも気をつけ。私たちもできる限りバックアップするから。
技術棟も開けておくから整備が必要なら来るといい。それと売店や食堂も閉めないように頼んでおくよ。会長、よろしく頼んだぜ。それじゃあ行ってきま。なんだこれは。光る歯車。今までの階層もかなり非常識な感じだったけど。第六高速までの解除を確認。機動車候補の来訪を感知。時は至れ。これより第二の試しを執行する。第4層。あの思わせぶりな仕掛けとは思ったけど。第6高速。さ、高速というのはこれまでの階層のことか。機動車候補って僕たちのこと？わからぬが、これだけは確かなようだな。今宵我らが導かれるべくしてここに導かれたのだと。ああ、リン、大丈夫なの？リンさん。ああ、でもどうし、ですが、どうやらこの先は尋常ではない場所のようです。リンさんも含めて、エマ。どうやら何かを知っていそうな口ぶりだが。セリーヌもいつの間にかついてきてるし。俺はみんな7組があるからここまで来られた。お互いがお互いを認めて成長し、それぞれの道を目指せるような、そんな強さを少しは手に入れられたんじゃないかと思う。リンさん。そうね。まさか入学した当時、皆とここまでの絆を育めるとは思ってもいなかったが。ラウラ、直球すぎ。そこの男を認めた覚えはないんだがな。それは僕のセリフだ。こういうやりとりも含めて俺たち7組ということだろう。いいなあ。やれやれ、すれたお兄さんにはまぶしすぎるくらいだぜ。ミリアムもクローも同じさ。それに委員長も、これ俺たち7組が最高のクラスだって。確かに、およそクラス分けには縁がなかった私ですけど、7組が最高であるのは自信を持って言えると思います。だったら行こう。この先に俺たちのクラスが最高だと俺たち自身に証明するために、この異変を食い止めて明日を引き寄せるために。リンさん、わかりました。もうとやかく言いません。
行きましょう。私たちの明日をつかむために。ああ、覚悟はしていたが。だが腹をくくるしかあるまい。ええ、もちろん。ディーン、せっかくだからいつものをやってくれない？いつものってあれか。それはいいな。作戦開始の号令は大事。そうだね、これも僕たちの特別実習みたいなもんだし。よっ、我らがリーダー。噛むんじゃないぞ。まったく、プレッシャーをかけないでくれ。トールス士官学院、急行車の異変を食い止めるべく、これより第7層の探索、各自全力を尽くしてくれ。はい、はい、どうか気をつけて。それじゃあ始めましょう。よろしくお願いします。よし、なんとかやってみるか。あ、
Thank you.
you